パチンコ、パチスロ打ちに行く時間ってあるの？私、うん、あるよ。あ、そうなんだ、うん、なんかほら、あとちょっと前にほら、あの旧基準金さよなら会とか私一人で開催してたから、うん、一人開催呼んでくれれば行ったのに。さよなら旧基準金を開催しますって、うん、お世話になった旧基準金すべてを打ちますって開催してまあ結果負けるんですけど、そういうのは。いや、いいんですよ、今までありがとうだからと思って。なるほどね。で実機で弾けたかったけど、弾けなかったプレミア演出とかあるやつをどうしても弾きたくて。あ、なるほど。そう、それをやりに行って。番組でもなんでもない一人ミッション作って自分でクリアしていくっていう。そう、わっちゃんのやっぱ肩書きがいっぱいありすぎてえ、うん、私が知ってるだけでも、うん、私が知ってるだけでも、あ、おすごい、ちょうどいい、すごいすごい。私が知ってるだけでもカメが止まりました。カメが止まった。はい、はい、カメ。私が知ってるだけでもカメ。カメじゃないや、カメ。わっちゃんカメじゃなかった。あと私やっぱ物いっぱい書くから、うん、それはアウトプットとするならば、うん、インプットをしたいんですよ、常に、うんうん。新しいことをいっぱい知りたいんですよ。はいはいはい。何でもね、結構ね、そう、貪欲だよね、うん、知らないことを知るのが好きなんですよ、うんうんうん、だから趣味って呼ばれるもの結構多いですよ、いやでも、うん、こんなに、うん、いろんな何にでも興味を持って積極的に取り組んでるわっちゃんでも、うん、多分サム見間違いさんみたいな人は、うん、なかなか初めて見る生物だと思うんだけど生物どうですか。面白い、面白い。生物かもしれないですね。面白い。サム磨いさん面白いよ。多分ね、わっちゃんと同じクラスにいたら、うん、卒業まで一回も話さない可能性があるんじゃないかと。俺は思うかもしれない。だから、まあ、なりんちゃんと、うん、わっちゃんは多分後ろの席でも前の席でもやっていけるんですよ。はい、僕クラスで真ん中ら辺で、うん、もう妙に影を薄くして、あ、もう休んでてもしててもわかんない。そうそうそう、全然わかんないそうっていうタイプで、うん、でも私も学生の頃はそうでしたよ。あのね、わっちゃんも多分そういうタイプな気がする、うん、意外と同じグループでは別グループなんだけど、うん、ジャンルとしては一緒な気がする。真ん中の席であれですか、うんうん、いるのみたいな感じのですか。あるある。あの、だって私の学生時代のあだ名言っていいですか、はいはい、学生時代のあだ名、うん、山下さん。あー、なんかあ、もうどこ拾っていいかわかんないから、とりあえず名字で呼んどけってやつだ。そのしかも3はなんかあれですよね、こうひらがなの3なわけで、カタカナの3だとなんかあれじゃないですかね、ちょっと山下さんみたいな感じですけど、ちょっとこう距離を置いての3みたいな。あの、話しかけたこと3年間で5回ぐらいしかないですよね、の山下さん。だって学生の時ってね、それでも若菜ちゃんとかじゃないですか、さん付けってあんまりないですよね、逆に珍しいぐらいだから、うん、山下さんですよ、あだ名は。あだ名という概念でももうおかしいですけど、そうですよね。なんか受診待ちで呼ばれてるような感じのあれですよ、病院で山下さんみたいな。そうそう、それと一緒です。まあでも、絶対ね、すごい活発だったと思いますよ。なんかいや、活発ではなかったですけど、そういうスポーツとかするという意味の活発ではなかったですけど、はいはい、当時からもう漫画とかイラストとか描いてたんで、いいが活発ですね、オタクの方の活発でした。いいですね。中学校ぐらいの時からサークル参加してましたし、いいですね。そういう意味では活発でしたよ。すごい、クラスの真ん中ら辺の端っこにいる2人が初めて会話をした。ちょっとよそよそしい時の会話だ。おないさんと山下さんが会話してる。見ろよ見ろよ。あいつら会話してるぜ。あいつら会話してるよ。そうやって冷やかすから会話が止まるんですよ。ね、本当にね、クラスのイケてる方ね、グループの人たちがね、後ろで今ね、冷やかされましたよ。女子校に通ったんで。あ、女子校だったんだね。高校の時はもう本当に、うんうん、その女子校って、うん、こうすごいいいんですよ、うんうん、はい、確かにこう好きなものが違う人たちが集まってるんだけど、うんうん、それぞれ
こうお互いを尊重し合って生きてるというか、別に好きなもんが違うだけだもんねっていう、ああ、うん、いいよいいよっていう、私はバンドが好きって、うん、いや私は勉強が好き、うんうん、私は漫画が好き、それぞれ違うけど別にその不可侵みたいな話もするし、うん、全然楽しかったですよ。おあ中華ゾーン、ビーチになってから中華ゾーンはいいんじゃない、ちょっとようやくで、よーくんどっよーっ、よっ流れてるよ、一級だからどっちでもいいよ、よっよっ、図柄が3つ揃ってくれればそれでいい、およーやったやっとだー、わっしょーいったかかったけど、ここから巻き返そう、ね、素晴らしい、ついに若菜祭りの始まりです、ついにね、若菜祭りの始まりでございますよ、せめて1回のリーチぐらい見せてほしいよ、ノー、お気持ちリーチ、お気持ちリーチでいいよ、ノーリーチだか、あーないか、お気持ちリーチもないか、あらららお気持ちリーチお気持ちだけのリーチ、お気持ちですけどみたいな、せめて手土産だけでもサムさん渡してあげてください俺の手土産ももう63玉しかないですね無残、無残、無残これどうしました、これはお当たりました、わでも多分これ電柱中だったんですけど、どっちになるんだ、あ、角になりますよね、これなりますよね、やったすごい、当たってたって、やったやっ た, やったギリギリ間に合ったってことでいいのかな、これはうまい、よかったよかった、サンゴ流で当てる、サンゴ流で当たりました、サムさんずっと海物なんですか、そうですね、僕もう他のモードやったことないですね、今のところ、はい、逆に私、海モードの特徴をちょっと知りたいです、ちゃんとね、海モードまだ地中海では打ててないですけどね、教えましょうか、あれ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 、教えましょうか、ガイドブックで出ちゃった、教えましょうかからの、リーチ後は、うん、それとも魚群魚群が出れば大チャンス、いや、朗読スタイルびっくりした、そういう劇かと思ったそういう劇あるもん、あ、波乗りステップアップ、さあ、あーまちゃん、あ、クラゲさんでバーチ、もわー、私も同時、同時あたりだ、同時あたりです、あー、行っちゃった、あとここでサムさんが当たれば3台同時当たり、完璧、お待ちしてます、お待ちしてます、私もちょっと時短にはなっちゃいそうなんで、じゃあ私も仲介チャンス今行きます、お待ちしております、待ってて、待っちゃ、地中海で待ってるよ、おい、集合場所は地中海、アウェイ、はい、僕も言ってたら、言ってたら、すごい、ちょうどね、そうなんです、チャンスが来てたんですよ、わあ、嬉しい、全員揃った、全員揃った、地中海にはね、行けてないですね、まだチャンス掴めてないんで、大丈夫ですね、僕が行くまで待っててくれます、ちょっと私も頑張って待っててくれます、あと69回待ってます、はい、はい、よかったですわー、どうですか、地中海でお待ちしておりますよ、ももさん、いきますよ、私、魚群が流れました、おー、はい、マジでやばい、おー、ありがとうございます、キュイーン、よし、地中海へようこそ、はい、まだわっちゃんの夢にはね、諦められないです、ね、ただごめんなさい、こちらちょっと遅れます、はい、いやいやいやちょっと待って、ちょっと待って混んでて、道が混んでて、道が混んでて、なんで渋滞中みたいな感じになる、地中海って道込むもんね、道込む、道込む、一回ちょっとね、あの U ターンして出直しますんで、入国審査、入国審査難しかった、そうそうそう、あるからごめんなさいね、もう一回出直しますわ、じゃあお待ちしてますあれ、これあれでしたっけ、なりちゃん、エスプロデューサー、さだま3000発って言ってました、さだま3000発、出玉3000発って言ってませんでした
あれひょっとしたら出玉さんくるんだったかもしれないな。言ったんじゃないでしょうね。記憶力良くないから、もしかしたら出玉だったかもしれない。かしこまりました、わかりました。出玉さん連発ですか、かもしれないですね。これでいいんじゃないかな、だとしたら私まだ玉持ってますよ。まあ最後のゲストの方ですからね、今シーズン。そうですね。俺はちょっと勉強してもいいんじゃないかなと思うんですよね。そうね。ましてや成田さんを育てた師匠でもあるわけじゃないですか。そう育ててないですけども。よしよしよし。お、入賞時ピカピカですね。入賞時ロゴで来ました。まだ僕諦めてないですよ。地中海からさよならしちゃった。大丈夫です、わっちゃん、僕行きます。音符19、やっうまい。わー、素晴らしい。いや、これは素晴らしかったですね。キンキンキン。いや、嬉しい。いやね、海トーク。取れ高はあると、これ足りてる、足りてるということです。取れ高は足りてます。ただ出玉が足りてない。出玉が足りてません。わかりました。また入賞時ピカピカですか。いきました。しかもなんか周回ゾーンもついてるんで、ちょっともう、もらった、もらいましたね、これ。ビカビカ地中海、はい、あとはラウンド数がどうなのかっていうね。10でしょう、はい、2% の2% 引きたいですね。群馬の 2% の男が本気を出す。俺 2% もいるんですか、むしろ。結構割合でかいですね。群馬そんな住んでないの。確かに。もうちょっと住んでるよ。この名曲の音符にもういろんなものがついてます。で、まあ、オンタイムで言ってきますけど、さっき1万発ってが必要って言いましたけど、はい、その間にも今私とわっちゃんが、はい、何プッシュかずつしてますんで、サム、はい、さん、またちょっと増えていく可能性があります。あ、わかりました。じゃあ、はい、最速で1万発出してください。わかりました。最速でね、1万発出すべき、はいはい、今すぐ、はい、急ぎで今すぐ。長い旅になりそうですね、これは。すぐ出してください。お、キュイーンということで、はいはい、すごい当たりましたということでございますね、時短にいてたのに、はい、すごい。でもラサムさん、私たちのアイドルグループのマネージャーを志望したわけじゃないですか。まあまあまあ、はい、今こそマネージメントするときだよ。あの数年後、まさかこんなことになろうとは僕も思ってなかったですね。まさかの、いや、今でしたね、ここで。今、私が当時の社長に代わって、はい、あなたを採用します。わお。本当ですか。はい、俺全然嬉しくないんですけど。、はい、なんで今採用されるか。急に採用します。今ちょっと返事が遅れてすみません。まずっと保留だった。保留だった、保留だった。ずいぶん遅れましたよ。そうそう、その間ちょっと私もあっちゃんも卒業しちゃいましたけど。そうそうそう。今採用します。いや、事務所いたんですか。今採用しました。うわ、大泡です。おお、はい、大泡スーパーなんで、もうこの時点で。あ、当たりましたね、はい、ありがとうございました。いいここです。キュイーン、キュイーン。10ラウンド引きたいですね、ここまで来たら。1回ぐらい見たいし、見せたいですよね。いやね、これはじゃあ、はい、番組で、あんまりこのルールを曲げるってことって、あんまないじゃないですか、ダメだな、ね、本気で考えてますから、ルールを曲げることができないか。本当の、今会議してますからね。本当の会議だ。本当の会議してます。なんとかね、なんとかならないかっていう。私のキャリーバッグのために。当たり前ですよ。そう、そんな5000発相当のキャリーバッグなんかいいんですよ。そんな、でかければ出かければいいんですね。出かければいいんですね。あ、安全性とかいい、海外行かないから、鍵とか閉まんなくてもいい。まあ最悪車になっちゃうか。そうだね。俺が最悪ですから。じゃあ車かな。いや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 。
ちょっと悩みましょう。はい、うん、さあ私たちの夢をサムさんに託したわけですが、はい、結果はじゃあ、うん、エンディングでちょっと教えてもらうとしましょうか、うん、はい、実践終了。はい、実践終了です。 お疲れ様でした。お疲れ様でございました。さあ、お出してくれたのかな、ムーブ。ね、そうなんです、まあまあ、当たりさんにそれぞれ当たりましたし、行ったんじゃないかなってね、うん、私は思うんですよ。ムムさんありがとう、ね、うん、3人でサダマ3000発、1人1000発でいいわけです、うん、最後サムさんが私とワッチャンと夢を、はい、多分手付けしてくれたと思います、うん、結果お願いします。さあ、それでは3人のトータルの使いがですね、はい、7250玉となっております。要はこれ3000発なんで1万250発になれば我々クリアということになっています。さあ、私がその時出たけ出玉を出した私の出玉です。はい、2505玉です。はい、もう一度言います。2505玉です。出玉でも届いてない、ね、届いてないです。定まだったら絶対届いてないです。はい、どうせどうせ結果がマイナス4745マイナスかーい。ということになっておりました。はい、すいません、ございます。あー、すいません。そっか、いや、もっちゃんすいません。いやいや、いや、出せなかったよ。いや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 、あれっすよね、うん、シーズンのゲストの最後の方って。そうですよ、ね、しかもライターさんじゃなく、そう、脚本書いたり小説書いたり、うん、ね、グッズを運んだりしてる中に来てくれたグッズ運んだりしてるいう中で、まあ、ましてね、ナリンちゃんもそのお世話になった人、お世話になったということでございます。だってあれですよ、もうね、いい年なんですよ、私もまっちゃんも、うん、グッズを運んで膝壊したらどうすんのって、キャリーケースないとどうすんのっていう話なんですよ、うん、エスプロデューサーどうです、あ、来ませんよそれ、ナリンちゃん飽きませんよ。なんか2週とも飽きませんの結果ですよ。気づいてましたよ。ダメか、ね、ハードル下げてもらいましたもんね。まあ、そうですね。それでもね、まあ、ちょっとできなかったんで、うん、まあ、これはちょっとわっちゃんが膝壊したら困るんで、うん、自腹でなんとかします、うん、私とサムさんが、はい、サムさんが、はい、ちゃんと私だけじゃなくて、いや、私とサムさんがやっぱ楽しかったんで、ありがとうサムさん、車を送れるのに嬉しい。僕どこまで上げるつもりだったんですか。車は上げられませんよ、帰れないですからね。そうそうそう、帰れない。まあまあまあ、何かしらプレゼントさせていただき、ありがとうございます。ちょっとお世話になってきたんですね、そうね、せっかく久々に会えたわけですから、めっちゃ嬉しい。この番組ではゲストの方の出身地を PR していただいてます。山下若菜さんの出身地は、はい、福岡県です。はい、福岡県、福岡県の PR ポイント教えてください。はい、美人、優しい、イケメン、人が素晴らしい福岡県です。本当にあの福岡ね、行ったことある人結構言ってくれるんですけど、石をポイって投げたら、あいたいって当たった人、大体イケメン、大体美人、大体優しい。そうね、みんな目鼻がね、くっきりして、そうなんです。しかも、なんて言うんですかね、おおらかで優しい人が多いんですよ。あ、うん、で、なんか、さらに言うと、あとね、個性的なファッションの人も多いです。あ、うん、こんな感じではないですよね、個性的に言っても、じゃない、あの、なんかおしゃれなんだけどオリジナリティがみんなすごいみたいな感じの、はいはい、あ、だいたいあの電車で あの乗り場でうーんってやってたら、どこの電車に乗るのとかって聞いてくれる。優しい、優しい、優しい。今ちょっと私優しさと愛に飢えてるんで福岡県優しい人多いですよ、うん、ちょっと愛をもらいに行きたいと思います。行ってみてください、ね、投げてみればいいじゃないですか。痛って言ってキラって美形が来るから、痛いなつってやってください、ね、痛いな、なんかさくれぐれ俺には石投げないもう今すぐ投げてやりたい意味でね、投げてやりたいです。わかりました、わっちゃん、はい、ぜひここに入れたいと思います、うん、今回のゲストは山下若菜さんでした。ありがとうございます。